映えスポット、コンビニ富士。外国人観光客のモラルがひどすぎて黒幕設置も、早速複数の穴が開けられてしまう、がネットではない。内容はこちら。外国人観光客の迷惑行為対策で、目隠しの黒幕まで設置したコンビニ富士。早速穴が開けられてしまったようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。富士河口湖町にあるコンビニ周辺では、店の上に富士山が乗ったような写真が撮影できると SNS で話題になったことから、多くの外国人観光客などが訪れて、撮影のために交通量の多い道路をオーダーするなどの迷惑行為が後を絶たず、町は先週、店周辺の歩道に沿って富士山を隠す網目状の黒い幕を設置しました。ところが、幕の網目にスマートフォンのカメラレンズが収まる程度の直径1センチほどの穴が10カ所ほど開けられていることが町への取材で分かり、毎日午前10時から午後4時までは警備員が配置されていることから、町は警備員がいない時間帯に穴が開けられたのではないかと見ています。町は今後の状況を見ながら穴を塞ぐなどの対応を検討することにしていて、渡辺秀幸町長は、町内には美しい富士山を楽しめる場所が他にもある、そういった場所に目を向けてもらえるように町として情報の発信に力を入れていきたいと話しています。また別の対策が必要になりそうですね。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。やっぱりこういうことするやつが出てくると思った。不満続出だったしね。だから言ったじゃん、意味ないって。当たり前だろ。やる前からわかるだろ、こんなもん。幕を張るという発想をした人、人間を知らなさすぎるというか、想像力が欠けてるというか、マジでセンスない。なんでこんな簡単に穴開けられるようなもん使うんだよ。幕とか金の無駄。考えたやつ無能すぎ。いたちごっこになりつつありますね。完全にいたちごっこですね。次はこちら。もうめちゃくちゃじゃん。観光客何でもありみたいになってるやん。こういう自分さえ良ければいいという行為は感心せんな。外人にとってはそれくらいは普通にやる。幕で塞がるなんてバカなことを。日本人の悪いところは、外国人も日本人と同じ民度だと思ってるんだよな。外国人にモラルなんてないのに。円安になりすぎて、質の悪い外国人観光客がなだれ込んでるんか。岸田の宝。外国人のモラルに期待してはいけないようですね。次はこちら。せめて藤江の幕張ればよかったのに。幕張ると穴が開くのか。次は鉄の柵でガードかな。もう電気柵にしとけ。自分たちが映るように鏡を置いた方がいいんじゃないかな。ローソンの屋根にでかい旭日旗をはためかせようぜ。ローソンとプーさんでコラボして看板を作ろう。ローソンの看板に天安門って書いておけば、とりあえず多少改善されるのではなかろうか。ライブカメラ配信しようぜ。素直に金取って観光スポットにすりゃええやん。そしたらみんなハッピーになれるやん。皆さん様々な案をお持ちのようです。最後はこちら。そこまでしてコンビニ富士撮りたいのかな。普通に器物損壊罪じゃん。器物破損だろ。警察動けよ。器物損壊だな。捕まえて強制送還しとけ。器物損壊で逮捕して強制送還までがセットだろ。単純に犯罪だな。やったやつ自分で何やってるのかわかんねえのか。これだけ騒がれてるのに、なんで往来妨害で検挙しないの。インバウンド外人だから。警察配置すればいいやろ。そのうち警察を配備せざるを得なくなりそうですね。結論。なぜ富士河口湖町にあるローソンの周辺の歩道に富士山を隠す黒幕を設置せざるを得なかったのか。それは、外国人観光客がコンビニ富士を撮影するために交通量の多い道路を横断したり、私有地に無断で入ったりする迷惑行為などが後を絶たないことから、やむなく行った対策です。
しかし今回、そんな黒幕に撮影のためと思われる複数の穴が開けられていることが発覚。山梨県富士河口湖町は穴を塞ぐなどの対応を検討しているようですが、おそらくそれでは対策にはならないと思います。相手は円安の影響で訪れたモラルが欠如した外国人観光客ですからね。別の対策を考えるほかないと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。